こんにちは、たです。今日はですね、僕の秘密をお教えしたいと思います。秘密というのはですね、じゃじゃん、皆さんこれ何かご存知でしょうか。こちらラケットプロテクトですね。今日お見せしたいのは、僕がどうやってラケットにラバーを貼ってるかなんですけども、多分ほとんどの人が使ってないんじゃないですかね。ラケットを保護するものなんですけど、使い方としては接着剤をラケット面に塗る前にプロテクトを薄くこう塗るんですよ。でちょっと乾かしてから、その上からラバーを貼ることによって、皆さんラバー剥がすときにビーッ、あっ火剥がれちゃったって経験ありませんか。僕ね、結構ラバー貼り替える頻度が多いのでよくやっちゃうんですよ。今回はラケットプロテクトを使ってラバーを貼る工程をお見せしたいなと思います。ここはまずね、一つお見せしてないことなんですけど、このラケットの表面の印字、これヤスリで削ってます。これね、紙ヤスリ。ラケットの表面にプリントとかされてると、そこがね、接着剤剥がれてきちゃうんですよ。なので僕は全てラケットの表面は紙ヤスリでこうプリント落としてからラバー貼るようにしてますね。これはね、すごくおすすめです。昔からこれやってるんで、ぜひ皆さんも取り入れてほしいなと思います。緊急事態発生です。ん、どうなってんのこれ。開いた。よし、じゃあね、やっていきましょう。どんなもんなんだろう。これぐらいでいいかな。はい、すでに。じゃあ塗り終わりました。うん、意外とあっさりでしたね。よし、乾かすの待ち。はい、というわけで、だいぶ時間経ちました。あれ、昼間に塗ったんですけど、今ね、もう夜になりました。はい、ラケットプロテクトこんな感じで、光沢がちょっと出てるのがわかりますかね。このままだと、多分ちょっとムラがあるんで、ちょっとヤスリでね、また表面ちょっと削っていきたいと思います。はい、下にゴミ箱をセットして。で、これヤスリで削るって言っても、削りすぎちゃうと、せっかくしたコーティングが意味なくなっちゃうんで、ムラがなくなる程度に優しく、ヤスリかけていきたいと思います。まあ、大事なのはね、しっかりラバーが貼れればいいですから。ちなみに今はこの撮影時点で、あさって大会です。国体の神奈川県予選があります。まあ、厳しい戦いではあるんですけど、まあ、一戦でも多く勝って、あわよくば代表を目指して頑張りたいなと思ってます。はい、というわけでね、ラバーを貼っていくんですが、ラケットの方が接着剤乾くの早いんですよ。なので僕は基本的にラバーに最初に塗っちゃいます。これ基本。で、接着剤はもちろん、ティバーのトップグルーですね。これ使うまでもう人生でファインジップしか使ったことなかったんですよ。ファインジップってドロドロ系じゃないですか。で、これってこうすごい水っぽい系なんですけど、ファインジップの方がいいなーと思っててね、こう食わず嫌いみたいな、使わず嫌いみたいな感じだったんですけど、水っぽい方がさ、ファインジップの弱点ってダマになるんですよ。僕塗るの下手くそで、ちょっと乾いてきてるのにこう引っ張っちゃうからダマになって、こうラバー貼った時プツってなってるってよくあったんで、でも水っぽいとそういう心配がないんで、一回ラバー剥がしちゃったら膜は剥がしづらいんで、貼り替えってのはね、新しくは難しくはなっちゃうんですけど、でもまあ、僕は基本的に一回剥がしたらもう使わないので、うん、まあこっちでいいかなっていう感じですね。はい、まあ、めちゃめちゃ余談ですけど、まあ、ティバー契約ということでね、まあ、ティバーのね、日本の代表をしている方はリッツィさん、 GC フォースターさんなんですけど、GC さんはね、海外の方なんで、これからね、ティバー契約の海外の方とか、ゆくゆくはこうなんかね、ご縁があればやりたいですね。まあ、こんなところでしょうか。僕はね、あんまりこう用具には神経質になりすぎないようにしてます。こだわる部分はこだわるのは大事だと思うんですけど、こだわりすぎるとそれでね、気使いすぎて試合前とかも逆に用具で落ち着かなくなっちゃったりするんで、僕がこれ大会2日前で、結構まあ大事な大会ではありますけど、国体って、うん、だけど全然一回も打ってないラバーで出ますね。こうやってラバー貼って、はい、というわけでしばし待ちたいと思います。はい、それじゃあね、ラバー乾くのを待ってる間に、これ新品のラケットなんで、このね、持ち手の部分、
この角張ってると手が痛くなっちゃうんですよね。なのでここをヤスリで削っていきます。表面使うときはそんなに粗くないやつですけど、ここ削るときは粗めのね、がっつり削れるヤスリ使っていきます。うん、いい感じかな。うん、角張ってないし大丈夫かなと思います。はい、それじゃあね、乾いたんで貼っていきたいと思います。で、僕貼るときはですね、コロコロ使う派です。これ意見分かれると思うんですけど、コロコロだとラバーが伸びちゃって性能悪くなるって言うんですけど、僕はコロコロで伸びないように優しく、でも空気が入らないように貼っていきます。あ、ラケットに接着剤塗るの忘れてました。接着剤垂らしちゃった。やばい、春日も起きた。やばいやばいやばい、ピンチピンチピンチ。どうも、中途半端な時間に起きた春日です。はい、というわけでトラブルを無事に終えまして、ようやくラバーを貼りたいと思います。はい、この真ん中合わせるの下手くそなんですよね。毎回ずれちゃう。ういっ、まずはこうして乗っけた後に強く押さないです。強く押さずに空気が入らないように、まずはゆっくりコロコロしていきます。ラバーが伸びないように、でも空気は入らないように。よし、ね、で、それがうまくできたらちょっと強めにコロコロをします。はい、仕上げに上から押します。これでね、しっかりとくっつくように貼っていきますね。これね、本当はね、ハサミ、立ちハサミの方がいいんですよ。ちょっといいハサミの方がいいんですけど、これコンビニで買ったね、5、600円ぐらいのハサミです。もっとちゃんといいの買った方がいいですよ。の方が綺麗に貼れます。はい、これできました。 MXT でございます。はい、じゃあ同じ要領で、MXS も貼っていきたいと思います。はい、というわけでラケット無事貼り終わりました。はい、ハイブリッド AC に MXD と MXS ですね。どうでしたか、ワッタ流ラバーの貼り方。まあ特殊なものはね、あまりないですけど、このあのラケットプロテクト使ってみたりとか、あとそのコロコロを使うんだけど伸ばして貼らないようにするっていうね、ちょっとした工夫はしてるので、まあラケットプロテクトは最近始めたものですけど、ティバのとかっていうわけじゃないんで、ラケットプロテクトは選択肢の一つになるのかなと。というわけで、このラケットを使ってあさっての大会、国体の神奈川予選突撃したいと思います。じゃあ次回の動画もお楽しみに。バイバイ。